はい、どうも皆さん、おはようございます。ポリキムミのカズキビートです。本日はですね、僕、UMB 終わったりした時とかも、こうしてたんですけど、僕ね、CBD、CBG、CBN っていう、この合法的なカンナビノイド、もう厚生労働省に認められてますよっていうような大麻由来成分のものを世間に広めることが、すごい大切なことだと、常日頃から思ってますんで、UMB が終わった日もですね、その後に出した一番目の動画は何なのかと言いますと、CBD とかのカンナビノイドを使って、合法的に、チ類、ハヤシライスを作るっていうのをやったんですよね。料理動画をやったわけなんですよ。カンナビノイドを使ってやったわけなんですけども、今回もですね、一応 KOK、まあ優勝はできなかったんですけど、ベスト4まで行って、まあいろいろね、やりましたんで、ちょっと、まあ KOK 終わってから、このチャンネル見てくれる人っていうのも普段よりかは多いと思いますんで、KOK 効果っていうのがあると思うんで、今回もですね、ちょっと CBN を今回は取り上げようかなというふうに思ってまして、はい、紹介していきます。で、ちなみにですね、先に言ってきます。これ、なんで僕今回 CBN 紹介しようかと思ったっていうと、ね、他にも CBG とか CBD とかね、それのペンで吸う方もあれば食用タイプみたいなのもあるわけなんで、なんでこいつを選んだのかというと、今こいつ 81% オフなんですよ。在庫整理とかのセールかわかるんですけど、これ今 81% オフ、今さっきサイト見ました。81% オフなんで、あ、これは今人に勧めやすいというふうに思いましてですね、今進めてます。で、プラスですね、動画説明欄にも書いてるんですけども、割引コードっていうところにポリンキー15って入れたら、さらにプラス 15% オフなんで、合計 96% オフっていうちょっとよくわからない破格になってますんで、これ今ちょっと人に勧めるにはジャストのタイミングやなというふうに思いまして、今これを進めております。なんでこれを進めるのかと言いますとですね、もうこれ KOK にもって言ってました。なぜかと言いますとですね、僕みたいなタイプの人間って結構ね、僕KOK 出場者の中でも、段違いに一番ライブしてると思います。めっちゃライブしてます、僕。で、っていうことは、僕、いろんな地方に行くわけなんですよ。ありがたいことですよ。ほんまに呼んでくれてありがとうございますなんですけども、そのいろんな地方に行くためには、移動しないといけないわけですよ。これ、移動ストレス。これまず一個。移動ストレスがある。時間もかかる。時間のストレスもある。早く起きないといけないから、睡眠時間も削られるっていうのがある。で、文句言ってるわけじゃないですよ。文句言ってるわけじゃないです。これは、ライブするために必要なことなんで、仕方がないことなんですよね。だから、文句言ってるわけじゃないですよ。なんですけど、まあ、こういうのがある。で、自分の家の、自分のベッドじゃない、ホテルのベッドで寝るわけですから、やっぱ普段と違うんですよ。その睡眠の質とかも。やっぱり悪いです。ホテルで寝るっていうのは。良くないんですよね。で、ホテルによったら、もう空調全然効いてない。めっちゃ寒いとか、逆に暑すぎるとか、そんなんとかもあるわけなんですよ。で、こういう様々なストレスだったりだとか、を和らげてくれるのが、こやつなんですわ。CBN なんですわ。で、これ CBN って、このチャンネル見てる人って、B-Boy とか、ヒップホップ好きなやつ多いと思いますわ。で、そういうやつらってね、THC って言葉大好きでしょ？THC ね、日本でも OK だったら僕は全面的に THC おすすめするんですけど、このぐらいでは捕まってしまいますんで、THC からできた成分なんですよね、この CBN っていうのは。だからこれを大いに押そうかなというふうに今思っておりまして、今日この動画撮ってます。プラス、81% オフやから、で、プラス、ポリンキー1号って割引コード使ったら、さらに 15% オフされるから、もうじゃあ、これ今、余裕ない人は買わんでいいで。今ちょっとお金マジでやばいわっていう人はいいけど、お金にちょっと余裕あるし、前から興味あったからっていう卑怯な人は今買い時なんで買っとってみてください。で、これ、主な効果といたしましては、もう他のカンナビノイドと同じように、リラックス効果もあります。で、抗不安要素も。僕は感じてます。で、それもありますしね。で、抗不安要素も間違いなくありますし。で、あとは、除菌効果とかあったんかな？確か CBN はあったと思うんですよ。CBG やったかな？どっちかがそれが作用が強くて、CBC っていうのもあるんですけど、それはまあちょっと話は置いといて。で、CBN はですね、これは科学的なあれとか言われてないんですけど、僕もネオン君も共通で CBN に感じてること、マンチに入るっていうんですよ。食事が食べれる。美味しい。いっぱい食べれる。普段よりたくさん食べれる。太っとったりとかしたらね、それ良くないって思ってしまうかもしれないですけど、ご飯食べるか食べないかって言ったら食べた方がいいんですよ。食べ過ぎは良くないですよ。何でもやり過ぎは良くないんですよ。過剰摂取っていうのは。オーバードーズなんでね。ご飯のオーバードーズなんかしとったら意味ない。でも、普段からご飯食べれない人とかね、ちょっと食が
細いねんな、どうしてもとか、病弱体質でとかいうような人とかもそうなんですよ。で、僕さっきから移動のストレスだ、喉のストレスだとか言ってますけど、何が言いたいのかというと、要はこの現代社会、僕みたいな自由人ですら、ストレスを感じてるストレス社会なわけなんですよ。だから、普通の一般社会で生活されてる、仕事して、ちゃんと真っ当に生活されてる皆さんなんか、僕なんかよりももっともっとストレスが激しいわけなんで、僕は今この買い時のものをお勧めしてるってわけなんで、ぜひとも興味があったら、ぜひ買ってみてください。で、今のところですね、僕これ3年ぐらい紹介してるんかな、ネイチャー館のこの CBD、CBG、CBN っていうのを紹介してるわけなんですけども、僕、この3年間紹介してきて文句言われたこと一回もないんですよ。まあ言ってないだけなんかもしれないんですけども、ただ逆に感謝の言葉っていうのは数え切れないほど言われてるんですよ。DM も来ましたし、インスタライブのコメントにも来ましたし、もちろん YouTube のコメントとかにも来てるんで、で、Twitter のリプライとかでも何回も言われてますし、親に紹介したら親がなんか喜びましたとかで、親が不眠で困ってて親に使用してもらったら親が寝れるようになったんでとか、で、あと、抗うつ剤とか飲んでるお母さんがいてとかいう話もちょっと前に聞きましたね。もう、それこそ、1、2ヶ月前ぐらいじゃないかな。もうちょっと前かな。まあ、2、3ヶ月とかの前の話ですわ。最近の話ですわ。だから、そういうなんかね、何々が改善されました、何々が良くなりました、これやめることができましたとか、そういう話がたくさんあるんで、僕はもう、進めてよかったなというふうに思ってますんで、悪いものじゃないんで、悪いものだったら、確実に紹介しません。ここまで言ったら間違いないでしょう。はい。ということで、悪いものじゃないんで、もしちょっとでもね、興味出たら、怖いものじゃないんで、ぜひとも皆さん試してみてください。まあ、今の時代でね、もうこんだけ、社会で CBD とかね、いう言葉が広まっとって、今更ね、これが怖いとか言っとったらダメですわ。ただ、なんとか、格安のお店の、なんとか法ってみたいな感じのところで、ちょっとよくわからんようなものを買うぐらいだったら、こっから買った方が間違いないよっていうのだけは、ね、それくらいわかるでしょ、ポリンキムービー見てるみんなは。そんだけ、それぐらい、おバカさんが見てるとは思わないんで、もしあれですね、そういうところで買おうかなって思ってた人は、こっち、一回使ってみて、どっちがいいかっていうのも比べてみてもいいですし。ただ僕は、今はこれ、安いし、めちゃくちゃいいものやから、今お買い得やから、めっちゃ今買い時ですよっていうのを言ってるだけです。はい。ということで、もしよかったらですね、興味出たら買ってみてください。で、もしいいなというふうに思ったらですね、みんな、広めたってください。このカンナミノイド、こんな可愛い奴ら。可愛いで、これ、カンナミノイド。頭撫でたろかっていうぐらい可愛いよ、俺からしたら。これでいくら救われたかっていうね、っていうのがあるんで、一生かかってでも、日本やできる限り自分の関わるような場所っていうところで、こういうカンナビノイドっていうのは広めていこうかなっていうふうに思ってます。ちょっと前にコンビニのおばちゃんにもカンナビノイドについて語っちゃいました。はい、ということで、おせっかいおじさん、ポリンキムービーのカズピーチャーでした。